種から多肉味噌プです。今回はこの秋から冬にかけて販売する種から多肉で生まれた交配苗たちを紹介します。小さな小さな種から丁寧に育てた多肉たち、ようやく皆さんにお届けできます。とてもたくさんの品種があるので、今回はとりあえず13種類、いつもより少し駆け足になりますが楽しんでいただければ嬉しいです。それでは早速ご紹介します。まずはベレッセーナ×ロメオルビン、生まれてきたのはこちら。こちらはもうすでに勢いよく可愛らしいんですが、成長していくのがものすごく楽しみです。というのも、美しい交配式の一つにリラシナ×アガボイデスがあります。その美しいエケベリアは夏にとても上品な色を見せてくれます。他のエケベリアたちがだんだんグリーングリーンとし、パワフルな姿に変わっていく季節、なんと美しく色づき、そしてリラシナが持つ白粉がウォーターマークを作り出す、なんとも素敵なエケベリアです。その美しい交配式リラシナ×アガボイデスのリラシナの部分をデレッセーナに変えました。デレッセーナの交配式はリラシナ×デレンベルギーなので、リラシナの遺伝が色濃く出ています。そしてアガボイデスの場所に同じアガボイデス系であるロメオルビンを選択しました。生まれてきたこのエケベリアたち、完成する頃には夏にとても色づく素敵なエケベリアになること間違いなし。続いてこちら、ロメオルビン×ザラゴーサ×チワワエンシス、生まれてきたのはこちら。数々のエケベリアに鋭い爪を持たせてくれるザラゴーサ×チワワエンシス。親に選択したザラゴーサ×チワワエンシスは特に爪が大きく鋭いものを選びました。そちらとロメオルビンを交配、赤く色づくアガボイデス系ロメオルビン、お互い表情豊かな遺伝を持っているため一定した顔が生まれないのは容易に想像がつきましたが、ここまでバラエティ豊かになるとは、なかなかに楽しませてくれます。ロメオルビンの特徴がしっかり出て赤くなるものや、ザラゴーサ×チワワエンシスの特徴が出て大きな大きな爪を持つもの、様々です。どれもめちゃくちゃ可愛いです。生育難易度で言うとこちら、こちらは結構丈夫、そしてこちら、こちらはちょっとデリケート。続いてご紹介するのはこちら、ノバヒネリアナ×チワワエンシス、生まれてきたのはどちらも古くからある古典的なエケベリアなんですが、どちらも魅力たっぷり。大きな爪と大きな肩を持つチワワエンシス、その特徴の一つとして成長点がなくなったり若干形がユニークな姿に変わることがあります。今回交配相手に選んだノバヒネリアナは金星の取れたフォルムに小さなポチ爪、交配相手を規律正しく整えてくれました。顔違いも様々で、エケベリアを育てて長い方、そしてチワワエンシスイエコラをお持ちの方はイエコラと結構似ていると思うかもしれませんが、葉のふくよかさがかなり違います。ぽってりとした可愛らしいチワワエンシスイエコラのような姿になりました。続いてこちら、個性たっぷりなエケベリア、トリマネンシス×ロメオルビンです。
生まれてきたのは、両親ともに歯が肉厚で、歯1枚ずつの主張がはっきりとしたフォルム。中でもトリマネンシスは歯の内側まで膨らみを持ち、ブルームを合わせ持つことによって中心付近に迫力のあるウォーターマークを作ることが多いです。成長するに従い、外側はより一層ブルームを持つため、そのウォーターマークはやや影を潜めますが、中心部分はとても華やか。その特徴がしっかりと出ています。さらにグレイッシュで落ち着きのあるトリマネンシスの灰色がロメオルビンが加わることによって、艶やかな質感と赤みを持ちました。美しい。続いてこちら、何度かご紹介しているパキベリア、エレイン×ロメオルビンです。なんと今が見ごろです。気温が上がっていくと徐々に色が染まり、気温が上がりきった頃がマックス、そして気温が落ち着いた頃に歯の膨らみもやや取り戻していくため、今ぐらいから気温が落ち着くまでが見ごろです。どうでしょう、このシャーベットのようなうっすらピンクの可愛いパキベリア、氷菓子のようです。なのでハウスの気温が上がってくると、ついついお口にパクリなんてことはありません。続いてこちら、アルバ×メキシコポルデンシス×コロラータアテマハックです。生まれてきたのは、今はグリングリンして迫力満点ですが、冬とっても幻想的で美しいです。落ち着いた色合いにしっかりとしたエッジ、わずかな透明感を合わせ持ち、フォルムも均整が取れ落ち着いた雰囲気。アルバが入っているのでふんわり白っぽいんですが、アルバにメキシコポルデンシスをかけているのでエッジが入ります。そしてそのエッジとっても優しいです。そこにアテマハックが加わることによって、じゅわっとじゅわっと刃先から染まります。冬もまたご紹介します。とにかく上品で落ち着きがあり美しいエケベリア。続いてこちら、プリドニスグリーンフォーム×ヒューミリス。生まれてきたのは、ご覧の通り群生が楽しめるエケベリア。両親のどちらも小ぶきやすく、中でもヒューミリスはかなり小ぶきます。なのでとっても群生しやすい。後輩相手に強い遺伝を残すヒューミリスですが、同じく強い遺伝を残すプリドニスグリーンフォームを加えることにより、なんとヒューミリスがぼんやりオーロラのように色づいています。プリドニスグリーンフォームの特徴でもある歯が自由に踊るもしっかり遺伝し、動きのない落ち着いた佇まいを持つヒューミリスの歯が揺れております。美しい。群生して見事な株になる頃には本物のオーロラと見間違えるかも。続いてこちら、アルバ×メキシコポルデンシス×ラウレンシス。生まれてきたのは、ほんのりブルームが乗った上品な独特の青みがかった色を持つラウレンシス。そちらとエレガンス系のアルバと、美しく華やかなエッジを持ったメキシコポルデンシスの交配種を交配。ちょっとややこしいんですが、
その3つの美しいエケベリアの特徴を足すことによって生まれてくる個体はこのように少しぼんやり光って見えます。まだまだ幼い苗にはなるので、完成する頃にはその特徴が色濃く出て、なんとも幻想的な色合いになります。メキシコフォルデンシスを感じにくいかもしれませんが、アルバの遺伝がとっても強いため少しだけ影を潜めています。ですがよく見ると、そして成長してくると、その特徴しっかりと出てきます。続いてこちら、ふくよかで葉数が多いパキベリア、エレイン×ミニマレッドエッジと、ふくよかで可愛らしく育てやすいエケベリア、ラウリンゼの交配種。生まれてきたのはお互いが持つ長所であるふくよかさがしっかりと遺伝しています。さらにエレインの片親であるリンゼアナ、それとラウリンゼの片親のリンゼアナの遺伝が重なることによって、リンゼアナが持つ株全体がほんのり美しく染まるをしっかり遺伝してくれています。さらにミニマの遺伝もしっかりと伝わって、葉数もしっかり増え、なんとも言えないチャーミングなパキベリアになりました。続いて紹介するのは霜椿×リンゼアナ。葉型も色も上品なエケベリア霜椿に、ふくよかさ、紅葉、フォルム、すべてが美しいリンゼアナを交配。生まれてきたのはこちらはとてもバラエティ豊かな顔ぶれになっています。兄弟で特徴は随分異なりますが、そのどれもがとっても美しい。霜椿の遺伝がしっかりと出てきたものは上品な染まりと透明感を持ち、リンゼアナが加わることにより葉がふくよかになり、整った葉姿をしっかりと印象付けてくれる個体になりました。リンゼアナの遺伝が強く出たものは全体的にとても染まります。美しい白粉をまといながら染まっていく様は幻想的で、見るものを魅了します。続いて紹介するのはシムランスライオネス×プリドニスグリーンフォーム×リラシナです。こちらは種から多肉で生まれた交配種、シムランスライオネス×プリドニスグリーンフォーム。セピア色がたまらなく美しいノスタルジックなエケベリア。こちらに交配すると、今の色からは想像できないような美しい色を数々生み出してくれるリラシナを交配。さらに葉姿やフォルムもダイナミックで上品。交配して生まれてきたのはめちゃくちゃ気に入っています。どれも気に入っているんですが、なかなか見かけない吸い込まれるような色に生まれてきてくれました。そして3種交配のため、こちらも顔違いが様々で、そのどれもがグラデーションがかって美しい。同一品種をいくつか育てたくなるような魅力も持っています。時間を感じさせてくれる上品なセピアカラーに、緩やかな葉の揺れが加わることにより、心の中に優しい時間が流れてくれます。続いてこちら、みんな大好きラウリンゼ、私も大好きラウリンゼに、みんな大好きプリドニス、私も大好きプリドニス。中でもふっくらタイプのダルマプリドニスを交配。ふくよかなフォルムと白粉が特徴的なラウリンゼと、なんといっても
美しいエッジを相手に遺伝させてくれるダルマプリドニス。生まれてきたのは福よかでエッジが出てみんなに愛されること間違いなし。私も大好きラウリンゼ×ダルマプリドニス。さらに丈夫です。最後にご紹介するのはこちら、ヒアリナ×ラウイです。エレガンス系の中でもキュッとコロッとしているヒアリナとふくよかで白粉たっぷりのラウイ、可愛くなること間違いなしのこの2つ。生まれてきたのは可愛い、マットな透明感をふくよかに再現してくれました。落ち着きのあるフォルムながら刃先のわずかな揺れとやや外反りの方向性、刃が短く刃幅が広いことからよりぽってりとした印象を届けてくれます。チャーミングでありながら上品という素敵なエケベリア。ということで今回は駆け足ながらたくさんの品種を紹介していきました。一つずつ丁寧に紹介していきたいんですが、それはまたの機会に楽しみとして取っておきたいと思います。もっともっと紹介したい品種が行列を作って待っていますのでお楽しみに。私も紹介するのが楽しみです。皆さんの多肉がきれいに育ちますように。